アメリカのバイデン政権は26日、LNG 液化天然ガスの新規の輸出許可を一時的に停止すると発表しました。 FTA 自由貿易協定を結んでいない国が対象で、日本などの同盟国には引き続き供給を続けます。アメリカは世界最大の LNG 輸出国で、今回の措置が気候変動や安全保障などにどう影響するかを分析するとしています。バイデン政権は11月の大統領選を控え、環境問題への対策をアピールしたい考えです。